撮影日、2023年1月24日、期間限定、スズメさん専用、ケーキバイキング会場。皆さん、こんばんは、こんにちは、おはようございます、ルートレス山崎です。今回のお話は、最強のカンパが居座っている期間限定で、スズメさん専用のバードケーキバイキング会場をオープンしたお話です。それと、すでにお気づきの方もいらっしゃると思いますが、しれっと人知れず、チャンネル名をルートレス山崎の越冬給仕チャンネルに改名しました。今後ともルートレス山崎の越冬給仕チャンネルをよろしくお願いいたします。さて、ここからが本題です。昨夜は雪が降り、その後は曇り空だったせいか、今朝はそれほど冷え込みはきつくなく、朝の最低気温はマイナス6度でした。このくらいの気温だと、スズメさんたちも夜明けを待って大勢で餌を食べに来ます。植木鉢型バードフィーダーも、隣のブロック式バードフィーダーも大盛況で札止め状態です。バードケーキのところにスプーンをぶら下げてから、スズメさんたちがバードフィーダーに泊まったまま長居することがなくなり、バードケーキを食べに来る回数も減りました。スズメさんたちも本当はバードケーキが食べたいのかもしれないと思い、最強カンパが居座っている間だけスズメさん専用のバードケーキを用意しました。バードケーキを置いてすぐにスズメさんたちが集まってきました。吊り下げ式バードフィーダーに泊まれない子も、スタンド式バードフィーダーなら下から支柱を伝って登ってこれます。明日25日の予報が変わり、予想最低気温がマイナス20度からマイナス16度に変わりました。マイナス20度からマイナス16度に上がったことは良いのですが、朝から気温が上がらず、昼間の最高気温がマイナス10度で一日中厳しい状況が続きそうです。スズメさんたちにもバードケーキを食べてもらって、この厳しい寒波を乗り切ってもらわなくてはいけません。明日を乗り切れば朝の厳しい冷え込みは続きますが、昼間はマイナス5度前後の日が続きそうです。本日はシジュウカラさんの姿は撮影できていませんが、シジュウカラさんたちも頑張って餌を食べに来ていますのでご安心ください。厳しい冬を必死に生きている野鳥たちに皆様の応援よろしくお願いいたします。では今回はこの辺りでお別れです。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。